高浜町防犯組合の組合員が12日、サンタクロースに扮して高浜町内の各保育所を訪れ、園児たちに知らない人にはついていかないようになどと呼びかけました。このうち園児83人が参加して行われた和田保育所のクリスマス会には、サンタクロースに扮した高浜町防犯組合の組合員や福井県警察シンボルマスコットリューピーくんが合わせて10人が訪れました。クリスマス会ではサンタクロースに関するクイズが行われた後、防犯と防火を呼びかけるクイズが行われ、園児たちは火遊びはしませんや知らない人にはついていきませんなど、サンタクロースと3つの約束をしました。ついてっちゃおうかな、楽しそう。良い子のみんなは横断歩道では手を挙げて右左をよく見てから渡ってください。このあとサンタクロースに扮した組合員が園児一人一人にお菓子のプレゼントを配りました。この防犯サンタは高浜町防犯組合が事件や事故の未然防止を図ろうと、毎年高浜町内4つの保育所を訪問し行っています。